皆さんこんにちは、データが海です。ちょっと風邪気味ですけれども頑張ります。こんにちは、 AI 音声ともこです。それでは今日の質問です。もともとピン芸人同士で男女漫才コンビを組んでいる男の方です。相方に真剣にやるなら上京して3年間と期限を決めて頑張ってみないかと申し出たところ、地元で頑張りましょう、これからも相方はあなただけですと真剣な長文メールをもらい納得しました。しかしその数日後、東京の某劇団に合格が決まったらしく、コンビを解消するとメールが。その後こちらがメール送信しても電話しても返事はなく、 Facebook でファン宛に東京の某劇団に入ります、以前から相方とは方向性が違っていた、セクハラされたこともあったとボロクソに書かれています。もちろんそんなセクハラをした事実はないですし、メールを公開して事実と異なることを実証したいとも考えています。それ以来辛すぎて何もする気が湧きません。食欲もないです。質問です。こういう裏切りにあった場合はどういう気持ちで前に向かえば良いのでしょうか、という質問です。私はね、こういうふうに答えました。忘れよう、成功すればそんなちっぽけなこと忘れますよ、だから前に向かって努力です、というふうに答えました。かわいそうだよね、これ超かわいそう。なんでその人をセクハラに仕立て上げたのところが意味がわかんない。ファンの人たちにしてみれば、裏切って東京の、ね、劇団に入っちゃうんじゃないか、コンビ解消してこれまでずっとやってきたのにって言われるのが辛かったんじゃないですか。ということで、かわいそうな人、めっちゃかわいそう、この人本当頑張ってほしい、まあ本当に頑張ってほしい、この人に。でそんなセクハラをした事実はないですしって言っても、ほらやっぱ男女の関係だから、それはね、そういう風に言われてもしょうがないことをしてたかもしれないし、わかんないじゃん、それは受け取り方次第、証拠もないしね。そうそうそう、男の方がやっぱ分は悪いよ、こういう場合。いや悪いと思いますよ、ね、でしかもこういうことを女が言い出しちゃったら、女のファンは確実に信じると思うし、そっちをね。そう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 、まあこういう人ってやっぱいるんですよね。どっちの人ですか？裏切る側って絶対いるんで、そういう裏切るようなやつとコンビを組んでしまった自分の不甲斐なさを、まずね、まずそこです。でも今悔やんじゃったら。いやそうじゃなくて、しょうがないと、俺のせいなんだと、こいつの裏切られたのは自分のせいなんだっていうふうにまず思うわけ。自分が変わらないといけないってことだ。自分が悪いってことですよね、そんなやつとしか組めなかった自分が悪いってもう思うしかないですよ。でそんなのにいちいちこだわってメールを公開して事実と異なることを実証したってしょうがねえだろっていう話なんで、あれですよ、この人また手のひら返すと思うけど、成功したらこの人は草、そっか、昔コンビ組んでたんですみたいな感じで。いやでもそれをまた笑って許してあげるのがいいんだよ。ええー、大きい男だ。それぐらいやっぱりならないと成功しないよ、そこまでやる、そこまで。そっか、ほんと頑張ってほしい、まずは忘れて頑張ってください、マジで。だからもうそれしかないですよ、東京行こう、東京忘れましょう、忘れましょう、はい、フリーでもやっていけるよ、ということで頑張ってください、はい、頑張ってください、ありがとうございました。ホリエモンチャンネル、チャンネル登録もよろしく、ね、できた